牛尾騙子は満州国宝天使出身のバイオリニスト。ボストンのニューイングランド音楽院教授を務め、ソリストとしても国際的に活躍した。東方学園子供のための音楽教室に入室し、13歳で東京交響楽団と共演してデビュー。15歳で日本音楽、コンクールバイオリンの舞台 G 及び特賞受賞。これが初めての受賞となる。 双葉学園中東部を経て、東方学園高校では、小野アンナ、斉藤秀浦に指示。1961年の卒業後ソ連政府に招待され、レニングラード音楽院に3年間留学し、留学中の1963年には、エリザベート王妃国際音楽コンクール第5位入賞を果たした。1964年より、スイスのモントルーにて、ヨーゼフシュゲティに指示。 生涯わずかしか遭遇できない逸材と激賞を受ける。1965年に欧米にてデビュー。1966年に出場した第3回、チャイコフスキー国際コンクールにおいて、第2位入賞。それ以後、小沢聖司や、ズービンメータなどの名指揮者の下、ロンドン交響楽団、ロイヤルコンセルトヘボー管弦楽団、シカゴ交響楽団、ボストン交響楽団など、 世界の一流オーケストラと共演。リサイタルも北米とヨーロッパの主要都市で行い、ラホヤ室内楽音楽祭、マールボロ音楽祭、スポレート音楽祭など室内学の音楽祭にも数多く参加している。ミト室内管弦楽団の主要メンバーとして演奏、作品によって独奏やコンサートミストレスも務める。また、斎藤記念フェスティバル松本にもたびたび出演した。 使用楽器は1690年生ストラギバリウス。2013年5月28日マサチューセッツ州ケンブリッジで白血病のため死去した。生前の希望により葬儀は行われなかった。子供は二人儲けた。夫はニューイングランド音楽院元学長でチェリストのローレンス・レッサー。ありがとうございます。